クラバー降りるぞ。あの時忘れないと誓った。でも俺はあれから2年、復興の道を歩み出した世界の一番の脅威は何だ。そう、忌まわしき性根症候群だ。世間では魔光炉や魔光エネルギー、そしてライフストリームが性根の原因だと考えられている。しかし本当にそうだろうか。ライフストリームは星の誕生とともにあり、魔光エネルギーが実用化されてから40年以上だ。にもかかわらず性根など一度も歴史に登場しない。では我々の時代に一体何が起こったというのだ。考えられることは一つ、セフィロスの登場だ。セフィロスも死んだ。奴の精神はどうだ。ライフストリームに溶け、しかし拡散することなく星を巡っているとしたら。破壊と創造、人間はどうして繰り返すんだ。僕には理解できない。人間は思い出というものが苦手なのさ。母さんを取り戻そうとしたが、思い出のせい。マリンとデンゼルとティファ、いつも俺を助けてくれたよな。俺はずっと誰かに守られてきた。